今日もですね、スーパーマリオメーカー2やっていきたいと思います。そしてゲームの本編に入る前に僕の過去を知ってもらいたくて少しだけお話しさせていただこうかなって思います。僕は中学生の頃、何の変哲もない、何も楽しくもない、そんな人生を送っていました。友達と遊ぶことよりも何よりもゲームが楽しい、そんな中学時代でした。ただそんな中学生時代の中、一番楽しいことがありました。それは父親から携帯をもらったんですよ。当時はパカパカでした。そして次の日学校に行って、数少ない友人にそのことを伝え、メールアドレスというものを交換しました。で家に帰って友達にメールを送って、何の変哲もないメールのやり取りをやってました。それが一番楽しかったですね。だからなんだよさあ本編入っていきますか。はい、どうもピオキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、 Hey guess what ということで、これを翻訳するとですね、 Hey、何かを推測してみてごらんということになるんですよね。そしてサムネにはニワトリがいるでしょ。僕がこのコースをクリアする頃にはピオキングじゃなくてトリキングへと進化しているでしょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.81% でさ、トリキングとかなんとか言っちゃってるんですけど、僕のアイコン実はアヒルなんだよね、あれさあ今回開幕殺しあるんでしょうか。うわ、これ早く右に行かないけっていうことなんじゃないの。そういう開幕殺しする。一回アイテムないか見ていいから、アイテムない感じか。開幕ハラじゃあここはスタートした瞬間右に突っ走って、このパック裏輪を抜けたいと思います。さあまあそれじゃあ右に進んでいきますか。このキノコは取っていいでしょきっと終わったじゃねえか、違う花を持ってみてよかったじゃあここのキノコを取ったらいけなかったんだよ。なんでこのまま上に登っていきたいと思います。この近くすげえ怪しい罠だと思うでしょ。もうここまで振ってしまったらもう僕がジャンプするしかないよね。動画的に何が出る。この四角無視していきたいと思います。そしてこのドアに入る左下の雪だるま、めっちゃ怪しいね。一旦無視していってみようか。そしたらどうなる。なるほど、氷を溶かす前に右に行け。そしたら大丈夫っていうことだね。どうしようも悪あがきもできねえそれじゃあここはキノコを待っておこう。ここの場所にいればキノコが手に入って右に進めるっていう感じだよね。そんでガリガリを抜けて下に行けと。あ、じゃあここはキノコ手に入れた瞬間右にダッシュしてみるね。それで音符が抜けれる、きっとそうだよ、見ててよし見事音符を回避することができました。そんでこの音符上から踏んでいくね。こういう感じでしょ。ホッピーが出る、ホッピー、危ねえこれ上が正解なんじゃないの。いや、なんか上にファイヤーちらつかせてみて、ここでファイヤーを取れる。そこだじゃあここもう上に行かない、このまま右に行きたいと思います。どうしよう、あのボム爆発しないのかな。一旦このハテナ叩いてみていい。はっはっ、大丈夫大丈夫、こっち来ないでね。ナイス、これ取れるでしょ。当たっちゃうやんかそれ、くっそいや、これ踏んでさ、塔に入れるんじゃないの。ボケー、じゃあここはハテナを叩いて何もしない、そしたらファイヤーが取れるっていう感じでしょ。来ました、久しぶりにこの言葉を口にするんじゃないんですかね。久しぶりすぎて涙が出そうです。それじゃあ行きます、チャッケブーあ、なんかしまった、結構遠くからやってたつもりなんだけど、大丈夫、一旦チビになるみたいな。なるほど、ここでチビになっていけと。あ、これチビになれくな、これやられるパターンでしょ。これ生き方あったよね、こういう風にして一発マリオなんかなかったっけじゃあ一旦やられよっか。じゃあさ、ここで一旦チャッターマンさせておくじゃん。でここで当たることができる。なるほど、このクリボーに当たって小さくなっていけっていうことだったんだね。さあクリボーを小さくしてこれで進めるでしょうきっと。で左だったね、さあ左でいいんでしょうか。左行きます、で右を進歩、常に右を進歩。そしてはっびっくりした、もう鉄球かと思ったじゃねえか、っていうか地味に邪魔くせんだってそれじゃあ進んでいきますか。今の土管の上も結構気になったけどね。はっ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 、大丈夫大丈夫さあここはこのベッドを踏んで右に、あ、そんじゃさ、この中間から上、あ、
この中間から上何もない感じなんだね。てっきり何かルートがあると思ったんですけどね。さあこのエンジェルさんも勝手にやられてくれるんで無視していきますか。でさっきさこのメットを持って左下のパン、これを叩きたかったんだよね。はっ、あの花には引っかかりませんでした。ここは下に行くのか上に行くのか、一旦乗ってすぐ左に逃げてみるで、ね、そして下、これで合ってる。はっこれ死に耐久じゃねえか、絶対これ死に耐久、あ、右上の針で当たれっていう感じだね。なかなか難しいの持ってきやがって。くっそ、このコース羽が多いな。制作者さん羽が好きなお様子です。いや、このさ、リフトに乗って右上にジャンプしたら簡単に行けるんじゃないかな。くっそ、そういうわけにも行かせてくれないってか。よしクリアできました。じゃあこの羽根リフト降りて右ダッシュ、これで砲台が抜けれるっていう感じだね。さあこのリフト乗っていいのかな、どうなんだろう、乗ってみます。どうなる、合ってたんじゃない。ねえ、そうしないとこのドアに入れなかったよね。きっと合ってました。さあここで、あ、危ない危ない、いや合ってる、絶対これで合ってるよ。この扉に入ってどうすればよかったんだろうね。一旦よく見ていい、何もしないでいいのか。ここでジャンプしたからさっきダメだったんだね。なんで一旦アームから降りてこの P スイッチを押せば次に進める。ナイス。それじゃあ次は何が待ち受けてるんでしょうか。顔がいるね。じゃあこの顔、炎がなくなったら右にダッシュして抜けます。そしてこのバネを持ってビヨーン、よっしゃブー言われました。なんでですかくっそ、上入れんやんか。どうすればいいのよこれ。左下テレサが出てきてます。あのテレサにやられるとそういう感じですね。いや、やられませんここまで。じゃあここは10コインを取ったらいけなかったんだよ。10コインを取らずにこの扉に入る、それが正解だと思います。さあ次はこのエンジェル様、何もしないでいい。はっ、無敵でした。見た、今の神回避すごくない。じゃあここは左上はまだだね、きっと。なんでここで中間ポイント、よし来ました。何ですかねこいつら。まあまあ中間ポイント取れてるしね、このまま進んでいきたいと思います。今花が待ち受けてるのか、これどうしようもなくない。あ、なるほど、この雪だるまを当てて進めっていうことだね。さあこのチョロップ倒していいんでしょうか。どうしよう、踏んでいってみる、これが正解なんじゃないの。うわ、なんか鍵って書いてるよ、あのチョロップの裏のあのブロックが鍵、それともこの左、頼むこれが鍵であって、やべえんだよ。そんじゃあここはチョロップを倒してこの右のブロックがあるじゃん、これが鍵なんだよきっと。なるほど、そういうことか。それじゃあ鍵止めに入っていきたいと思います。あとゴールだけだからね。うわ、雪玉来てる、この雪玉一旦潰しておこう。潰していいのかな。そして右下の雪玉も気になるところですけど、土管に入っていきたいと思います。あれまだだよきっと。そしてここは鉄球、一旦土管に伝わっておこうか。今なんて言った、使っていた。で、このメットを取る、それが正解でしょ。はっ、はてなブロックの上乗れそうだね、ここ取っておく。ナイス。そしたらアイテムが出てきたね。じゃあこのアイテム一旦被弾しておいて、このトゲソを取る、そしてシャキン来ました。そしてこの上に行きましょう。うわ、鍵がいるのか、あの鍵。うわ、やっぱ取れないよな。一旦被弾して取れないか、試してみます。取れねえ。左の2体だけ残しておこっか。で、この状態で被弾して鍵が取れるときっとこれで合ってるでしょう。さあ進んでいきますか。うわ、左と右、はっ、やばい、まずこのギリギリに追っておこう。ボキャーン。じゃあ次の場面でさ、葉っぱが降ってきたのが見えたよね。あの葉っぱ取れるか、ちょっと試してみていいかな。この場所で何もしない、そしたら葉っぱが取れるっていうことなんじゃない。来ました。さあ進んでいきましょう。このキノコもなんか気になるな。じゃあここでキノコになってジャンプ、来ました。そして鍵を取ってブブーですね。じゃねえんだよ。さあこの鍵は取っていかないよ。この右の土管に入っていく、絶対もうゴール切る、絶対来るよ。ここはジャンプしない方がいい。じゃあこの土管入ったらさ、すぐ右に行けっていうことじゃないの。そうすらバレが来るからね。さあこのまま下に降りていきましょう。
から一旦パワーブロックを持ってみる。そしていや投げるのはいいんだけどこれ進めんくらい、いや進めんよね。左に戻れた、戻れるんだね。いやちょっ、いや熱い熱い熱い、これで右に進めるっていう感じじゃないの。そうでしょ。いやでもブロック復活してるよね。これどういうことなんだろう。わざわざパワーブロックを先に投げないでよかったんじゃないのかな。なんで一旦ここでパワーブロック持つでしょ。でこの状態でドッカーに入る。そして戻ればパワーブロックを持った状態で次に進めるっていう感じだと思うんだよね。どうだ、来ました。でここでこのブラパを倒すと、やっぱねもうゴール近いんじゃないかな。これこそなんでよ。いやこっちが合ってる。そうでしょ、ジージー来ました。ビビらせやがってバネを置くとか。さあこれはもうゴールでしょきっと。その前にさ、これどうする、ジャンプしていこっか。なんで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 よ。くっそ、これなんで書いてるの。 You just CP1、 えこれ戻される感じ。 CP1 って書いてたよね。いやだ待って、くっそ、これしかも P スイッチも何もなってねえじゃねえか。っていうことはさ、本当に戻された感じじゃないの。そうでしょ、さっきと違うパターンから、さっきと一緒やんかそれじゃあ戻ってまいりました。次こそはクリアしてみせるよ。あの P スイッチを押して何もしないでおこっか。そしたらゴールできる、多分そんな感じだと思うんだよね。あ、このままジャンプしないでP スイッチを持ってればよかった。はなーくっそ、今のはマジで悔しい。なんだよお前もそれじゃあ次こそ、次こそゴールしたいと思います。この P スイッチを持って左に逃げる、それで間に合うかな。いやもう上からゴールしよっか。上から一旦このピンスイッチ踏むでしょ。そしてこの状態じゃゴールできないと思うんだよね。なんで左に逃げておく。それであのブラパを回避してこのゴールをするっていうことを目指してみたいと思います。きっとそれで合ってるでしょ。ただ赤いのが出てくるのが早いんだよな。なんか今ボム兵落ちてきたよ。なんでよね、わかった、隠しブロック叩いてもボム兵が出てくるまで待っておけばよかったんだ。うっそ、じゃあこれでタイミングよく、なに、あっこれできたよ、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオラピッドスキップということで、これを簡単に翻訳するとですね、早く進めっていうことなんですよね。ただこのコース実はどういうものか存じております。というのも以前動画でも出させていただいたアハンヘイホンさん、そのアハンヘイホンさんがクリアできないと、私クリアできません、このコースをクリアしてもらっていいですか、好きとおっしゃっていました。どこまで言われたら男としてクリアせざるを得ないでしょう。ということで早速やっていきましょう。クリア率 0.98% で、このコースはサムネにも水場があったと思うんだよね。その水場を早く上までマリオを登らせて、あの右に進むか、これ一択だと思うんですよ。いわゆる連打ゲーだね。これ連打が得意じゃない人はね、多分難しいんじゃないかなと思うんですよ。どうどうじゃねえよ、超遠いじゃねえか。このコースタイムでめちゃくちゃシビアかもしんないね。でさ、この着地する時があるじゃん、水中に。もうその前にね、もう A 連打しておかなきゃ多分間に合わんかもしれん。それでも間に合うかどうかだよね。これなかなかいいんじゃない、頼む超遠い、ゴールが遠いな。いや諦めません、もうみんな知ってるでしょ、どうせこいつ動画上げてたらクリアテイクあるんでしょみたいな、結局最後はゴールするでしょみたいなまあだから心配してね、結局最後はクリアするから。はあ、このコースで僕がベストタイムを取って水泳オリンピック金メダルを獲得したいと思います。あの北島選手、そして入江選手、ヤンソンプ選手にも負けないような、そんな選手になりたいと思います。頼むマリオ、その夢を叶えて、余生落ちすいません、そろそろ真面目に攻略していってもいいですかね。まず水面からジャンプするタイミング、その一番早いタイミングを見極めよっか。とりあえず連打しまくるのとタイミングよくするのあんま変わんないね。ということはさ、もう常に連打しっぱなしの方がいいんじゃない。それじゃあもう連打のみを本気でやってっていいってことだね。もうこの腕ぶっ壊れてもいい、金メダルという輝かしい未来があるならこの腕1本でも2本でも差し上げましょう。頼むマリオ、むずっけこれ相当むずっけ。
ちょっとコントローラーの持ち方変えるね。持ち方としては親指で十字キーの右を押しながら人差し指で Y ボタンを押しておく。そして AB を連打してってみるね。それじゃあドアに入った瞬間持ち方変えるね。こっから AB 連打だね。ごめんね、カチャカチャ音が聞こえるかもしれない。これめっちゃ速くない？この戦法絶対これできるんじゃない？早い、いけるよ、金メダル取れるよ、これは。やったどうもありがとうございました。金メダル見事獲得だね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。